もうそれなんとかなんないんじゃない、それなんとかなるのかな、うん、結局さいろんなサービスだから国内だけの問題じゃないですよね、うん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 、みんなでみんなで書けばいいんじゃないの、 YouTube ライブじゃねえ、 YouTube ライブプラス1分とか書いてプラス1ミニッツ、 YouTube 遅延みたいなYouTube ディレイ、ディレイ、 UTD、 UTD、 DJ 太郎がお送りしております。J-Wave Hello World。ここからは番組独自の視点で世の中の今を追っかけます。夜のトレンド研究所サイバーラボのお時間。今週はヒトリップのすすめ。ゴールデンウィーク目前ですけどね、一緒に行く人が見つからないからってもう今回はちょっと旅行やめようかななんてね、休みが合わないとか。いいんです。そんな人はほっといて一人で行けばいいんです。はい。一人の旅の楽しさ味わったことあります？なんとですね、海外旅行300回以上、そのうち200回は一人旅というヒトリップの達人、レディーヒトリッパー代表、シュプール編集長の福井由美子さんにお話を伺っております。今夜はですね、ヒトリッププラン中級編です。それでは編集長お願いします。ハローワールドをお聞きの皆さん、DJ 太郎さんこんばんは。レディーヒトリッパー代表、シュプール編集長の福井由美子です。おすすめヒトリップ中級編は、サンフランシスコ。この街がおすすめです。割と観光地なので現地の人が観光客慣れをしているっていうのもあって、ヒトリップ中級デビューにはとっても向いている街だと思います。治安も割といいです、アメリカの中では。あと、海外ではよくあるんですけれども、日本のように公共交通機関があまり発達していないので、特にアメリカはそうなんですが、レンタカーしないとどこにも行けない街っていうのが結構あるんですね。 LA なんかもそうなんですが、ただそんなアメリカの中で私の中ではピカイチ唯一と言っていいぐらい公共交通機関でどこにでも行ける街がサンフランシスコなんですね。で、買い物スポットもすごく狭い範囲にギュッと固まっているので、すごく効率よく回れます、公共交通機関を使って。あと何でも売っている、オーガニックが充実している、カフェが充実している、素敵なレストランがいっぱいある、百貨店もいっぱいある、ブランドもあるっていう意味でサンフランシスコはすごくおすすめです。今私の中で世界でとっても気に入ってるカフェベスト3に入るサイトグラスカフェっていうカフェがあるんですが、中心部がまあユニオンスクエアという、行ったことある方はよくご存知だと思うんですが、そこなんですけれども、そこからはちょっとだけ離れてるんですが、やっぱりバスですぐに行けるところにありまして、再開発が進んでるようなエリアでちょっとだけ殺風景なんですけど、昔倉庫だったところを改装したカフェで、吹き抜けですごく気持ちが良くて、サードウェーブと呼ばれているコーヒーのお店なんですけれども、コーヒーだけじゃなくてパンとあとスイーツもすごく美味しいんですね。で、居心地も最高に良くて、本当に皆さんに行っていただきたいおすすめカフェです。で、西海岸はオーガニックに対してすごく意識が高いエリアなので、オーガニックレストランもいっぱいあるし、オーガニックスーパーマーケットもいっぱいあるし、オーガニックを歌っているなんて言うんでしょうね、お店もいっぱいあるんですね。で、私はまずスーパーにと、あとファーマーズマーケットが週に3回開かれてるんですけれども、フェリービルディングというところで、そこと、2カ所にまず行って、本当にスーツケースがいっぱいになるぐらいいろんなオーガニック食品を買い込んで帰ってきます。で、食品以外に洗剤とかシャンプーとかも鬼のように買い込んで帰ってきます。サンフランシスコヒトリップ、ここでオーガニックな食品や洗剤や化粧品などなどを鬼のように買いだめしてくるツアーをおすすめします。
福井編集長ありがとうございます。おすすめ一リッププラン中級編の旅行先はサンフランシスコとのことでした、ね、編集長が世界で気に入っているカフェベスト3に入るというですね、サイトグラスカフェ、写真が今ちょうど YouTube ライブ JV ハローワールドのチャンネルに表示されておりますけどね、いいですね。天井も高いし、なんかオーガニックな雰囲気がすごい溢れております。そして西海岸サンフランシスコはね、まさにそのオーガニック天国ということで、オーガニックなスーパーファーマーズマーケットで鬼買いする一リップね、やっぱいろんなこうものにねこだわってる女性の方、特にオーガニック製品っていうね方も多いと思いますで、いいですよね、でもなんかサンフランシスコっていうと、あの坂がすごいこういっぱいあって、あの路面電車があってカーチェイスが繰り広げられててみたいなね、映画のよくワンシーン車ジャンプしてるみたいな、そういうとこじゃないです、はい、なんかあのダーティーハリーみたいなイメージがあるけどって、それは映画の世界ですから、はい、一人女性旅にも優しい、公共の高級、交通機関も充実しているそんなサンフランシスコです。そして昨日発売されたシュプール6月号の特集はリアルモードスナップ戦、シュプール史上最大の48ページと読み応えたっぷりです。福井編集長の連載今月も世界のどこかで一リップもぜひチェックしてください。そしてシュプールウェブサイトではブログ、今日も世界のどこかで一リップもアップされております。こちらもおすすめです。一リップのおすすめ、明日はおすすめ一リッププラン、今度は上級編をお伺いします。楽しみに。カーツポーズで一枚いた。カーツポーズ、ま、巻くしかないんじゃん。取ります。あ、取ります。はい、チーズ。いい感じです。カーツポーズ、カーツポーズはない。カーツ、カーツやってます、ね。カーツやってますね。でも、ダメだね。お顔がシャープになりましたね。でも腕がダメだね。光っちゃってて全くあのこうなんかこう向かといます。あ、無理だと思います。これがいいです、いいです、大丈夫です、大したことないんで。サウンドオブブラックネス久々に聞いたな。うん。
してるから。そうそうそう、こっちかな、こっちかもしれない。すごいこれ。いいくない？ディープ。すごいな、これなかなか、なかなか言えませんな、これ。The Sound of Blackness Optimistic お届けいたしました。 J-Wave Hello World。 さあ今夜は新企画です。気になるあの職業のなり方を徹底調査、〇〇のなり方シリーズ第1弾、ブロガーのなり方を探っていきます。まあ本当あのブログっていうメディアね、登場して、なんかあの、まあ、ウェブログでスタートしてブログになって十数年あって、でちょうどね、アメブロが今年10周年を迎えて、現在700万人もの会員がブログを日々更新していると。 SNS とブログと違うんですかってさっきあったんですけど、まあ、あのマイクロブログとか、Twitter も最初の頃呼ばれたりもしてましたからね。140文字、まあ、文字に制限があるけど、ウェブにそのログを残すっていう意味では両者同じだと思うんですけどね。一時のあのブログ人口って一回確か下がったと思うんですよ、 SNS がガーッと来てから。でもね、また改めてやっぱりブログ見直されてやる人も増えてきたりということなんですよね。はい。さあリスナーの皆さんもこのブログをされている方多いんじゃないかなというふうに思いますけど、今日はまあブロガーで生計を立てるという生き方にフォーカスしています。今夜はブロガーのなり方を指南してくれるのは、ブログを生業として生きている、その名もプロブロガー池田隼人さんです。現在27歳、奥様と1歳の可愛いお子様を持つ池田さん。本のね、書評をメインに書いているブログ池早書店は月にですね100万ページビューを誇り、ブログで稼ぐ年収500万円以上ということなんですね。そんな池田さんに早速こんな質問。池田さん、職業としてのブロガーってぶっちゃけどうなんですかね。よく言う、言ってもおそらくプロ野球選手より多分少ないんじゃないかと。で、まあ基本的にプロでブロガーやろうと思ったら一日中ブログを書くことを覚悟しないといけませんし、まあよく言ってるのは毎日10時間書き続ける、まあ覚悟というかその書くことができるかっていう話はします。毎日10時間書き続けられるようになったら、まあ逆に言うと、まあブログでプロになるっていうのはちょっと選択肢に入ってくるかなっていう感じはしますね。実は多分プロブロガーに関する統計だったり調査ってほとんどなされてはないと思いますし、多分ないはずなんです。で、僕が知ってる範囲でも本当にプロブロガーと名乗ってる人は本当に数名で、多分10名未満ぐらいだと思いますね。多分皆さん検索しても出ないと思います、10人くらいしか。で、とはいえでもブログで生計を立ててる人、おそらく数百万とか、まあ、人によっては1000万以上稼いでる人っていうのは、まあ、多分数百人くらいはいると思います。でもそれは多分誰も調べようがないですし、わからないので、まあざっくり言うと国内にせいぜい数百人しかいないような仕事だと思っていただけるといいかなと思いますね。はい。いや、まあ難しいわけですよね。ラジオ DJ になるより難しいというふうに思ってよろしいでしょうか。はい。でもね、中にもすごい1000万程度稼いでる人もいらっしゃるとかっていうね、今お話も出てきましたけど、すごいです。ただですね、今日はこのプロのブロガーになるにはというところを探る企画ですから、ここで諦めちゃいけませんよ。ブロガーとしての第一歩、まあ当然ですけどブログの解説から始まりますけど、本気のブロガーを目指すならどういう方法でスタートするのがいいんでしょうか。
そうですね、本気でやりたいという方のためにまず話をすると、本気でやる場合は例えばアメブロさんとかライブラブログさんとかハテナブログさんとか、まあ、そういったあの既存のシステムを使うのではなくて、自分でサーバーをレンタルして、で自分でドメインを取って、僕の場合だと池田隼人 .com というドメインを持っています。なのでドメインを取ってサーバーを借りて、その中にワードプレスというちょっと難しい言葉なんですけど、ワードプレスというソフトウェアがあるんですね。ブログを作るための専門のソフトウェアがあるので、で、サーバーを借りて、ドメインを取って、ワードプレスをその中に入れるということをやると、それは言ってみれば自分のお家を建てるようなものなんですね。他のライブドアブログだったり、アメブロさんとかっていうのは、まあ、言ってみればマンションみたいなもので、そこの一室を借りるような形になってしまうので、どうしてもそのマンションの規約だったり、まあ、家賃を払わなきゃいけなかったり、まあ、いろんな自分ではどうしようもない、ちょっと力学が働いてしまうんですけど、まあ、持ち家をちゃんとサーバーを借りて建てると、だいぶ自由度が高くなっていって、広告なんかの配信のいろいろ規制がなかったり、まあ、自分でその、まあ、スペックなんかも調整できたりするので、基本的に本気でやりたい場合は、やっぱりサーバーを取って、借りてドメインを取ってやるのをお勧めします。だいたいドメインを取ってサーバーを借りても年間で4000円くらいをミニマムで見ておけばいいかなという感じですね。で、そこからアクセスが増えてくると4000円では足りなくなってくるので、まあおそらく10万ページビューあたりを超えてきた時にはその年間4000円っていう金額が、まあ、年間でいうとだいたい10万円くらいにまで上がってしまうので、まあ、でもアクセスが増えてくると十分ブログでお金を稼げるようになるので、そのくらいのコストは払えるようになるかなという感じで、まあ、ちょっと先の話ですね。とはいえ、まあ、サーバーを借りてやるのってちょっとハードルで、まあ、今こう聞いてくださってる皆様がすぐじゃあサーバー契約するかっていうとちょっと多分ハードルがあると思うので、まあ、まず小さく始めるっていうんだったら、まあ、アメブロさんとかライブラブログさんとか、まあ、そういう既存のその、まあ、マンション型というか、まあ、すでに存在するようなブログのサービスっていうのを使って試してみるっていうのが、まあ、一番おすすめなのかなという感じはしますね。はい、もうね、非常に説明が分かりやすいね。ブログもそうなんでしょうね、きっとね。先ほどおっしゃってた、まあ、独自のサーバーとかドメインが持ってるっていう方は、まあ、持ち家で、既存のサービスがマンションというね、そういう分かりやすい例でございましたけどね。まあでもドメイン取ってね、サーバーもレンタルしても、まあ、4000円ぐらいでいけるようになって、随分安い時代に、ね、なったんですけどね。はい。まあオリジナルで全部作れる方ですと、ワードプレスっていう話出てましたけど、まあ、自由度が非常に高いんですよね。結局あの JAVE も各番組にブログがありますね。これも、まあ、ワードプレスじゃないですけどね、まあ、そういったものを使って、ブログを構築しているということでございますけど、まあ、アメブロとかの方がやっぱセットインとしてもすでに入り込んでる人が多いから見てもらえる可能性が大きいっていうのも実はあったりするんですよね。カテゴリーがあって、例えば家電製品とかグルメとか、まあ、いろいろなカテゴリーがあって、そういうのをうまく選んだりするとね、まずそこでスタートするのも、もう 2,3 分ぐらいで始めようと思えば始められますから、いいんじゃないかなというふうに思いますけどね。でも例えばなんかYouTube の埋め込みができないとかさ、いろいろルールがあるのでやりたいことができないっていうねところも確かにあったりはします。まあ、こんな感じでですね、池田隼人さんにブロガーのなり方教えていただきます。一曲お送りした後、ブロガーになるため講座1時間目授業です。ブログとお金の関係からスタディ。何気にアメブロの嫌なとこ自分でもこうやって言って。ね。JAVE はワードプレスじゃないです。ワードプレスの方が良かったと思うけどね。ムーバブルめんどくさいでしょ、あれ。あれめんどくさい。ね。あ、言っちゃった。まあいいや。いまだになれなくて重いんだよね、あれね。まあ、記事も多いからっていうのもあると思うけど、
私太郎さんのブログ見ていつもあの美味しい場所をチェックしてます。本当ですか？ここねみたいな。いやここそんなに最近アップしてないというか、うん、ブログやる暇がない、追っつかない、うん、僕みたいな人はブログで生計を立てられないですねネタいっぱい溜まってるんですよ、うん、僕ね長いんですよ。もう短くすればいいんだね。美味しい一言終わりみたいな。えでもなんかね短いのダメなんですよ。なんかさんの見てるとすごい行きたくなって今度ここ行きたいな。でもいつもね長すぎちゃうんですね。これもっと短くやろう。そういう風にしよう。太郎なんかブログ見るとあのツイッターより短い人いるじゃん。そうですね。ヤッピーって終わってる人みたいな絵文字だけみたいな。そう。お送りした曲はキャリーパミュパミュキラキラキラお届けいたしました。 J-WAVE Hello World、 今夜はブロガーのなり方徹底調査です。はい、皆さん席についてください、ブロガーのなり方1時間目スタートです。テーマはブログとお金の関係。はい、ここまでのとこ黒板全部消します。先生消します。何も書いてない。ブログにアクセスが集まることで収益を得ることができるというのは、まあ、皆さんもね、もうご理解いただけたかと思いますが、ではその仕組みって実際にどういうことなの、答えることできますかということで、池田隼人先生教えてください。おそらく、まあ、一般的なところから言うと3つあると思います。で、1つはあの Google が作ってくださっているシステムで Google AdSense というものがあるんですね。で、そちらは Google さんがたくさん そのお客様から広告を集めていただいて、でその集めた広告を私たちはそのブログにコードを1行貼り付けるだけで Google さんが集めてくれた広告を自動で表示してくれるというシステムなんですね。なのでブロガーとしてはその広告主をわざわざ捕まえる必要がなくて、で一回、配信された広告がクリックされると、まあ本当に単価は本当にそれぞれなんですけど、まあ大体数十円、1クリックで数十円発生したりします。なので、まあ例えば毎日100クリックされるようなサイトだと、毎日 Google の AdSense 貼るだけで数千円毎日発生するような仕組みがまず一つ。で、もう一つは、これはちょっと言葉は広いんですが、アフィリエイトという仕組みなんかもとてもよく使われています。端的に言うと成果報酬の仕組みで、まあ、自分のブログで何か商品を紹介します。で、その商品が売れた時に、その商品の売上の手数料として一定の割合がブロガーに入ってくるという仕組みですね。例えば皆さんが、まあ、化粧品をブログで紹介して、その化粧品がブログ経由で誰かが買ってくださったら、1万円の化粧品だったら100円分皆さんに手数料が入るという形の成果報酬型の仕組みですね。よく使われているものは Amazon さんがやっているような Amazon アソシエイトというアフィリエイトプログラマがよく使われていて、僕も、まあ、自分のブログはまあ本を売ってるブログなので、Amazon さんのアフィリエイトのシステムを多く、大いに利用させていただいていますね。で、最後の一つは、ちょっと難易度は高めなんですけども、自分で広告主を捕まえてしまうビジネスなんかもできます。で、僕は今だいたいサイトの収益の半分くらいですかね、は自分で広告主を見つけて、その広告を配信させていただいています。それはまあ自分のブログで、まあ私は広告主を募集しているので、どなたかぜひ、うちのサイトに広告出してみませんかという記事を書いたりとか、あとは友人の、まあ起業家の方とかに、うち広告枠余ってるからちょっと出さないっていう話をしたりすると、まあ、それで普通に営業して手に入れるという感じの分かりやすいビジネスモデルですね。なので、まあ皆さんのブログなんかが成長していって、10万人くらいの方が例えば月間で見ていただけるようになったりすると、ちょっとその営業をして、まあ、友人の会社とかの広告を入れてみたりとか、また全然違う読者の方の会社の広告を入れてみたりっていうことが選択肢として広がっていくというイメージですね。はい、ありがとうございます。Google AdSense 一番多いかもしれないですよね。会社やってると来ませんか？ Google AdSense に入りませんかみたいなね、そういうの来てたりもしますけど、まあアフィリエイト、ね、楽天とかでね、よく商品のリンクとか、プレビューを書いてね、アフィリエイトっていうか、アフィリエイトのリンクブワーっていっぱい並んでる人とかね、いますよね、そういう人とかね。まあでも自分で広告主見つけてくるようになるぐらいまでになったらすごいですよね。バナーを貼って、バナー広告みたいなね、ことでしょうか。もう広告代理店どこじゃないですね。自分で直接やるわけですからね。はい。で、まあ、気になるのはそのワンクリックはどれだけのお金になるのかと、なりわいとするならどれだけのやっぱりページビューの数字が必要なんでしょうか。
これはすごく本当にやり方次第でかなり変わってくるので目安として捉えていただきたいんですけど、だいたい1ページビュー1回誰かがサイトを見てくださったらそれが 0.1 円から、まあ、0.5 円くらいの価値があると思っていただけるとまあ概ね間違ってはないかなと思います。そこから逆算して言うと100万ページビューぐらいあった時に例えば1ページビューの収益性が 0.5 円だったら、まあ、50万円の売上が立ちます。うちはだいたい時期にもよるんですけどだいたい 0.3 円とか 0.5 円とかを今ちょうどうろうろしている状態ですね。でこれはでも結構やり方によってかなり収益性って変わってきて、上手い方なんかだと1ページビュー1円を超えることもそうそう珍しくはないです。僕のブログも去年の今頃はちょっと収益性が良くて1ページビュー1円を超えた時期なんかもありましたし 0.8 円とかをうろうろしていた時期もあります。でそれは本当にアフィリエイトをどれだけ力を入れるかだったりうまく自社広告を入れるかだったりあとはまあ広告単価が高いような記事をなるべく書く、具体的に言うと例えば金融のに関する記事を書いたりとか、まあ、保険に関する記事なんかを書くとそういうものって結構クリック率が高かったりクリックの単価が高いんですね、広告の。なのでそういうような記事を中心的に書いていくと、まあ、収益性が上がっていったりします。なのでまあかなり幅はあるんですけど、でもまあ普通にまあ自分の書きたいことを書いていくとおそらく1ページビューは 0.1 円からまあ 0.5 円、逆に言うとじゃあ10万ページビューあると1万円から、まあ、それが5万円くらいになるという感じの目安だとそんな間違いはないかなという感じですね。なるほど、まあ、書く内容に左右されてくるというのはありますけどね、保険の内容とかなかなか書けないんでそれはある程度 その専門性を持った方じゃないと確かに難しいというのはありますよね。僕なんかまあブログもやってますけどなかなか日々更新、あとなんかね僕もアメブロでやってて一応なんか家電とかねいろいろ一応カテゴリー入れてるんですけど家電のことほとんど書いてないですね。だいたいご飯もネタしかないっていう、たまにちょっと家電っぽいことも書いてあったり、だから僕みたいになると結構書いてあることがバラバラなんで必ずこういう興味持ってる人が見てくれるっていうものじゃないっていうのはありますよね。だからなるべく追求型でこういったものをずっとこう追求してるっていうタイプの方が確かにその情報を求めてウェブで検索かけた時にこの人出てきたっていうね、うん、そういう方がいいかもしれないですね、うん、だったら僕もご飯ネタだけにすればいいんですよねそれもどうかな。はい、ということでございます。今夜のハローワールドはブロガーのなり方徹底調査ということでございましてね、一つだけメールいきましょうか。のりあきさん、一日一回更新の猫ブロガーです。逆に遊びに行きたくないブログはあからさまにアフィリエイトを狙ってるブログです。ああ、そういう場合もねあったりしますよね。あと面白いですよね、ブログ毎日更新してる人たまにこうピュッと覗きに行くと女の子とか写真一枚とヤッピーって書いてあるだけでほとんどツイッターと変わらないとか、まあツイッターに書いたやつを連動させたりとかいろんなスタイルあってね、僕長いんですよね、長く書く必要ないのにね、なかなか短くできない。トークもそうなんですけどね、なかなか短くできないからもう今も負け負けってディレクターに言われてるんですよね。はい、じゃあ巻きます。メッセージ待ってます、ハッシュタグはツイッターHW813、 メールの方は hw@j-wave.co.jp です。終わります。ジョーウェイブハローワールド、ここでニュースルームのしかないさんにニュースとお天気を伝えていただきます。お願いします。
はい、鹿内さんどうもありがとうございました。ちなみに鹿内さんはアメブロをやってらっしゃいます。おとといの生地のフレンチトーストがとっても美味しそうです。チェックしてみてくださいね。あ、すごい、パワードバイアメーバってオフィシャルブログになってるんですね。いいな、僕もアメーバでやってるんですけど、勝手にあの画像のところに DJ 太郎オフィシャルブログって書いてあるだけなんですけどね。僕もパワードになりたいな。はい、ということでありがとうございました。めんどくさいからやってないだけなんですけど美味しそう、もうフレンチトーストが美味しそうだ、美味しそう。あとお皿が可愛い、お皿が馬も可愛いですね、このヘッドですね、うん、可愛いしかない。しかないさん、しかないさんが可愛いよね。しかないさんが可愛い、しかないさん可愛い、そうそう。嘘、え、マジ本当、僕たち通じてるんとちゃうの、じゃあ。あ、待って待って、これイントロから乗っていいですか、じゃあ。うん、あとで。すごいよ、小笑い選曲と被ったっちゅう話やで。無事やってる。あまりこう飲み会では盛り上がんないけどね。飲み会。
ダメなんかい。ログインしてください。マジか、ミチピタモード、A キに従ってルートを描きます。なるほど。Welcome back! J-Wave Hello World! DJ 太郎がお届けしております。Yes! さあ、ここで僕からの一曲、タロメンドソングいきたいと思いますけどね。僕一曲いつも自分で好きな曲をいろいろとチョイスしてるんですけど、ここ最近やっぱディスコものが多いですね。なんか EDM から時代はちょっとこうディスコに行ってるんですけど、今日はハウスです。でもこれリミックスバージョンなんですね。最近DJ キャシディのね、ヒップホップじゃなくても結構ディスコ曲が多いんですけど、Calling All Hearts というナンバーなんですが、リミックス、はい、これがですね、なんとフランキー・ナックルズ and エリック・カッパーリミックスと、これ多分フランキー・ナックルズ名義、先日お亡くなりになったんで多分一番最後になると思うんですけどね。実はですね、オバマ大統領もフランキー・ナックルズに追悼の手紙を書いてるなんていうね、記事もさっき見つけたんですけど、シカゴに住んでいたオバマ大統領、2004年、当時イリノイ州の、議員だった時ね、フランキー・ナックルズとの交流もあったということなんですね。そんなオバマさんも来日してます。フランキー・ナックルズのナイスリミックスでお届けしましょう。Here's DJ Cassidy, Calling Our Hearts. すごーい。こういう音楽ネタをブログに書けばいいんですよね。でもブログで話す前にもうハロワで話しちゃう。それもあるんですよね。でもこの間フランキー・ナックルズの時はちょっと書いたな。そういう時に。すごいんですよ。8月25日をフランキー・ナックルズの日っていう日にオバマさんが制定してるんですよ。2004年にね。そうなんだ、うん、すごいっていうぐらい交流がある んです。あるんですよ。結構音楽番組で俺作家で雇ったら結構いい仕事すると思うよ、こういうネタ、うん、だいぶ雇ってくんないと。一回 AD でバイトしてみたいな俺。 AD 体験をする。多分 CD 出してくんとこ早いよ俺。早そう。 AD になるには、まあ、それに近いこと前もやったことあるんだけど、もうちょっと掘ってって AD に。そうですね、なるにはいいじゃない。あ、それともディレクターになるには。ディレクターになるには、No、hearts. いい曲だな。これビデオもいいんだよな。もうオリジナルバージョン聞くともう全く新曲には聞こえないっていうね。あ、
DJ キャスディフィッチングタリブクエリ、あ、ロビン・ティッケン、ジェシー・ジェイか。もう一個違うリミックスがあるんですよね。Calling all hearts to the dance floor tonight. Let's not stop.Tonight, I've been calling the hearts. リミックスかっこいいです。はい。オバマさんね、8月25日をフランキー・ナックルズの日って実は2004年に制定してるんですよね。あのイリノイ州の議員さんだった頃っていうね、このタイミングでこのリミックスもちょっと出てきて、なんかちょっと感慨深いものが自分の中でありました。歌ってるのはこれロビン・ティッケンとジェシー・ジェイです。はい、やっぱりディスコは来てるねということで今日もお届けいたしました。そしてハローワールド、今夜は新企画です。〇〇のなり方。一月に100万ページビューを誇るプロブロガー池田隼人さんにブロガーのなり方を教えていただいております。はい、ここからは2時間目です。皆さん席ついてください。はい、この時間はですね、プロブロガーとして生活スタイル戦略を探っていきましょう。池田さん、プロブロガーとしての1日1週間とはどんな生活スタイルなのでしょうか。そうですね、なかなか結構僕はストイックに生きていて、で大体朝起きるのは6時半とか、まあ、7時ぐらいに起きます。で朝起きて基本的にやっぱりチェックするのは海外のニュースをまず朝起きてチェックします。なぜかというと、まあ、日本で僕が6時とか7時に起きた時間って海外だとちょうどニュースが出回った後の時間なんですね。なので朝起きてまずチェックすると海外の最新情報が、まあ、すぐにチェックできると。でそこで面白いニュースなんかがあったらすぐにブログで、まあ、翻訳してあったり、まあ、こういうものが始まったらしいですというのをこう紹介すると、まあ、日本で一番早いその速報を出せたりするんですね。なので、まあ、僕の場合は朝なるべく早く起きて海外のニュースをチェックするというのをまず習慣にしています。でそこからまあ朝ごはんを食べて、でその後またもうずっとブログの執筆運営作業に入ります。だいたい記事を書いたりだったり、あとはインタビューをやってた日なんかだとそのインタビューを編集したり、あと動画を作ったりという感じの、まあ、作業があって、まあ、午前中はだいたいそんな感じで終えています。でそこから予定を入れている日だと取材を入れたりして、まあ、起業家の方の話を聞いたり、まあ、面白い活動している方の話を聞いたり、まあ、あとはイベントに行ってイベントのレポートを書いたりという感じの、まあ、仕事をして、でその記事を作って自分のブログにアップするという感じのことをしています。で土日はプロブロガーの仕事の一環として結構講演の仕事が入ったりすることがあるんですね。人前で話すような仕事が、まあ、土日にやっぱりどうしても入ってしまったりするので、まあ、でもとはいえ基本的にプロブロガーとしては土日はやっぱり休みにしたいというところがあるので、まあ、金曜までに土日の分をまあ2本とか3本とかちゃんと入れておいて、もう朝起きたら勝手に記事がアップされるように、まあ、事前に仕込んでおくという作業をしておいて、で、まあ、月曜日になったらまた更新を再開するという感じの、まあ、1週間をよく過ごしていますね。なるほどなるほど、かなりやっぱこうストイックになるわけですよね。まあ職業がブログですから、一日パソコンの前に座ってまず作業するんで場所を選ばずというところもありますけど、でも言ってましたね、早起きは三文の徳、プロブロガーにとって早起きは世界のネタの宝庫ということでございましたけど、僕なんかも結構海外のネタチェックしますけど、僕の場合は番組が終わって、まあ、例えばアメリカの場合ですけどね、番組が終わって打ち帰って1時2時ぐらいに実はチェックします。どうしようかって向こう朝だから、はい、午前中のネタとかはもうすでにその頃に上がってたりとかするので、はい、僕は夜中にまあチェックしたりとかしますけどね、まあ、いち早く誰よりも、ね、そういう、こう情報をアップすればそれだけ関心が高いっていうのもあるということですよね。なのでブロガーとして生活していくためにはある種のこう戦略的なものも非常に大事ということです。でその戦略とはいかに？ブログを書くって誰でも書けるんですよ、正直言って。多分もう今聞いていただいてる方でもすぐにもう本当に5分後ぐらいにブログ持てる時代になっていて、であとはもっと面白いブログ以外の面白いコンテンツも世の中に増えてきていて、ということは何でしょう、やっぱりよく世の中を見ないといけないんですよね。コンテンツを作る側として世の中にどういうコンテンツがあって、
そこで自分がどこにポジションを取るかっていうのはすごくやっぱり重要だと思っています。なので僕は自分が書きたいことはもちろん書くんですけど、それは前提とした上でやっぱり市場をよく見ています。周りをよく見て、その上で他の人がやっぱ提供してないものをやっぱり出さないといけないと思ってるんですよね。でそこで何でしょうね、世の中でいろんなブロガーがいて、その中でも特に面白い存在であるためにじゃあ何ができるか、でそこで自分がでも書きたいことをちゃんと書き続けていかなきゃいけないっていうところにも向き合いながらこうコンテンツを作っていくと、そこは逆に言うとそのアマチュアの方だったり、ぶっちゃけあんまり上手くないなというブロガーの方っていうのは多分市場を見てないケースっていうのがすごくよくあります。あんまり周りを見ずに海外でどういうブログがあるかだったり、国内でどういうブログが人気になってるか、もっと幅広く何が今話題になってるかっていうのはあまり見ずに自分が書きたいことだけをこう書いてしまうと、でそれだとまあもちろん天才肌の人はそれでうまくいく可能性もあったりするんですけど、基本的にはうまくいかないと思います。市場をちゃんと見渡していって、誰もやってないことをちゃんとやって、それを戦略的にやっていく、どうやって自分を見せていくか、どうやって自分のポジションを作っていくかっていうことを結構意識的に考えないと、まあ、うまくいくことはないかなというところで、僕はもう本当に日々自分の見せ方っていうのを結構研究というか実験いろいろしていたりします。僕がこうプロブロガーと名乗ってるのもある意味その自分のポジション作りで、まあ、ブロガーはたくさんいるけれども僕はプロとしてやっていますと。そこはちょっと自分をどう見せるかっていうのを割と意識的に計算してやっていたりしますね。なるほど。もちろん書きたいものっていうのが大前提ではありますが、世の中の動向も探っていかなきゃいけない。確かにでもなんかこう話題の多いものに乗っかった方がっていうのもありますけど、当然たくさんの人が書いてると埋もれるっていうのもありますしね、これから来るようなタイミングで今まだ誰も触れてなかったりとか、なんかそういうものをピックアップするっていうのも戦略的には大事。やっぱ周りを見ないといけないっていうことですね。はい。まあ、自分の思いですとかね、エピソードを綴るのもブログの楽しさなんですけど、いろんな立ち位置を把握してという、そういったところまで、いろいろ考えているのはプロブロガーだと。どうでしょうか、皆さんブロガーのなり方だんだん分かってきた頃でしょうか。ここでブロガーティーチャーチェンジ、ブロガーにして JV ナビゲーターでもある紫藤玲さんが登場でございます。はい、気になるファッションブロガーのお仕事についてリサーチ。何人分かってくれたから誰かがチャンスって言ってた。今日小笑い君が疲れてるね。ちょっと疲れてちょっとね、笑いが乾いてる。ちょっと、うん、ちょっともっと、もっと真剣に笑わしてえなと。笑いが乾いてるってすごい。ちょっと俺としては若干傷つきつつ、そこは頑張ってね。そこ笑い君を今日笑わすぞ。今日の目標。で来んのかな、あれ。25周年のパーティーの時にお会い しましたね。太郎さん、紫藤さんと。合ってます、合ってます。Yes, Kylie Minogue, I was gonna cancel お届けいたしました。J-Wave Hello World! 今夜はブロガーのなり方を徹底調査です。はい、ここから3時間目です。
テーマはですね、ファッションブロガーになるには、さまざまなジャンルのブロガーの中で人気影響力のあるもの、やっぱりファッションブロガーの存在ってのがありますよね。有名ブランドのファッションショーのフロントローと呼ばれる一番前の席には、有名雑誌の編集長やセレブたちと一緒にこのファッションブロガーも並んでいて、ブログでいち早くショーの様子を発信することが今非常に多くなってきているということですね。そこで J-WAVE 日曜お昼の番組賃貸東京グラフのナビゲーター紫藤玲さんもその一人です。 Style from Tokyo というブログでストリートスナップを発信し、世界で最も影響力のあるファッションブロガーの11人にも選ばれております。では、ここからはそんな紫藤玲さんがファッションブロガーになったきっかけについて伺ってみましょう。Style from Tokyo 自体は今年で6年目になりますね。始めようと思ったきっかけは、ニューヨークコレクションに撮影をしに行った時に、おじさんに写真を撮られたんですよ。で、なんで私のこと撮るのかなって思いながら、私も仕事ですごく忙しかったんですけども、東京に帰ってきた時に、レイちゃんサルトラリストに載ってたねって言われて、なんだろうそれって思って聞いたら、すごい有名なブログのサイトだよって言われて、それを、あ、そうなんだと思って見たら、あの時撮られた自分の写真がこうデカデカと載っていて、それにすごく何百ものこうコメントがついてたんですよ。で、それを見た時に、私すごい感動したんですね。読者との距離のあまりの近さと、情報の発信する速度の速さと、世界中からいろんな国の言語でこうレスポンスが集まってくるっていう、そのレンジの広さにすごく感動して、で、私その頃すごくストリートスナップがすごく好きで、好きで今でもずっと一番好きな仕事なんですけども、一生の仕事にしたいって思った時期だったんですね。で、一生の仕事にするときに、じゃあどうしたらいいのかなって思ったときに、あ、ブログだって思ったんです。それ前は出版社にいたんですけども、それを辞めてブロガーになって、ブロガーとして、ストリートスナップのフォトグラファーになるっていう道を思いついたというか、それで始めたんです。いや、もう始めた時なんてほぼ半分自分と自分の友達くらいしか見てないんじゃないのってくらいに少ない少ないアクセスだったんですけども、この間、ようやく40万 PV を毎月で越すことができて、なんかコツコツですね。じわじわとっていう感じですね。だんだんアクセスが伸びてきた感じです。すごい。でも最初の発見はなんか気がつかないところでこう、影響力を感じるっていうかね、ああこんなにっていうね、そこが一つなんかブログやみつきになる魅力になっていくのかなというふうに思いますけど、まあでもやっぱ友達が最初見てくれるっていうのは嬉しいですよね。まず誰が見るんだって言った時に、その周りの友達が見てくれて、そこから派生して広がってってね、月間40万 PV ってすごいことじゃないですかね。え、もともとはストリートスナップがお好きだった紫藤さん、雑誌の編集部を辞めてファッションブロガーとして独り立ちで、まあ今ではそんな40万ものページビューがあるということなんですけど、紫藤さんの場合ですね、ブログに広告が一切ないんですね。なのでブログからの収益というよりも、まあ名指しで仕事をもらうための、いわばちょっとこう名刺のような感じなんでしょうかね。はい、そういった意味合いでブログを運営しているとのことなんですね。実際ブログを通じて、雑誌からの仕事の依頼があったりとか、まあ、そういうのもあって、まあ、人って結局何かあった時、今もうウェブで検索しますよね。名前で検索して、でそうするとやっぱブログが上がってきたりするんで、その人の人となりを見ようと思ったら、もうなんかプロフィールよりもやっぱりブログを見たりとか、そういったウェブ上にある記事を見た方がやはりっていう風になってますもんね。そういったところから巡り巡って J-WAVE ナビゲーターになってたりもしたんですかね。ラジオとかやってみたいわとかで人が書いてあったとか、分かりませんけど、はい、さあそんな気になる、どうしたらまあその世界中のファッションショーに行ったりできるのか、紫藤さんその辺ってどうなんですか。海外のショーは、まあ、ケースバイケースでいろんな例があるんですけども、通常の場合は例えば、どこそこのブランドのショーが行きたいと思ったら、そのブランドさんの PR 会社もしくは PR の人にコンタクトを取って、
って、今回例えばニューヨークだったらニューヨークに行くのでそこのブランドのショーが見たいですって言ってインビテーションリクエストみたいなのを出すんですね。インビテーションリクエストは、肩書きと名前と滞在先とかあと滞在期間とかのインフォメーションを出して、であとはそのブランドさんがこの人間は呼ぶ価値があるのかないのかをジャッジしてインビテーションを送るっていうシステムですね。ブランドさんが自分をどう見てるかっていうところだと思います。なので私怖くもあり楽しみなんですよね。通知簿みたいなものだと思っていて、このブランドさんが評価してくれたからこのインビテーションが来るんだな、逆に来なかったらまだまだ甘いんだなと、まだまだスキルアップして頑張れよと言っているんだなっていうふうに捉えてます。海外のブロガーの事情はですね、よりビジネスライクになっていると思います。日本より海外の方がブロガーというのを職業としてなりわいとしてやっている人が増えているかなと、なんていうんですかね、ニューメディアとして確立しているところが多いかなっていうのと、ジャーナリズムとしてカテゴライズされている感じがすごくするので、よりメディアとしてブランドさんだったりとかも見る人たちも付き合っていたりとか読んだりをしている感じがしますね。はいね、まあでもあれですよね、まあ自分からその申請とかオファー出すときってちょっと英語で書いたりとかするのも緊張したり、返事来なかったらどうしようと思うので、意外とちゃんと返事来るんですよ。でそれなりにきちっとしたまあ どのぐらいのページビューがあるっていうことよりも、どんなことをどんなふうにきちんと掲載してるのかっていう方をちゃんと優先してくれるので、有名無名に関わらずなんですよね。そうすると結構いい返事が返ってきたりとかするので、こういったとこにはまあ狭き門なんですけど、チャレンジする価値があると思います。はい、さあブロガーの仕事からですね、今やラジオのナビゲーターまでこなす紫藤さん、紫藤さんナビゲート、日曜のお昼です。11時40分からの賃貸東京グラフもお聞き逃しなく。紫藤さんどうもありがとうございました。ね、僕もじゃあもうちょっと家電寄りにした方がいいんですかね。まだ言ってる音楽寄りに、それとも食べ物だけにした方がいいんですかね。迷いますね。曲はカットクローズですね。懐かしいです。 Back in 90s RB Here's Lovely Thing。家電ブログ、家電ブログ、 Such a lovely day, lovely, lovely, lovely. When I was eyes on you, I got lost my mind. You be looking so far.もう大好きなんですよね。I was inside myself, now that you make you my voice, listen to that. This is your love thing that you want. This is your love thing. This is your love thing that you want.なんか今日つぼるね、なんかね、選曲なんか本当ですか。いつも上がってるからね、この辺はもうかかると思ってないですか、そう心のプロモーターが。Now that you know exactly what I'm feeling, why don't you PLC みたいな。クローズ大好きなんですよ。ラブレイ、ラブレイ、かわいい。ラブレイ、あ、せっかくなのでデジタルギアの話題がいいんじゃないでしょうかねって。 90s R&B 懐かしいです。
もともとはキースウェットのコーラスをねやってた子たちだったんですけど、 Cat Claws で今聴いてもやっぱりいい曲はいい曲、 Lovely Thing お届けいたしました。さあ J-Wave Hello World、 今夜はブロガーのなり方にフォーカスしております。でこの後はお知らせを挟んで今輝く企業にフォーカス、 Working Hero です。その後はプログロガー池田隼人さんがカムバック、ブロガーのなり方講座まだまだ続きます。ブログのアクセス数をアップさせる秘訣知りたい方は最後まで You better check this out。でもあれなんですよね、結構うん、僕音楽雑誌の記事を書いたりすると、うん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 、まあちょうどタイムリーなその時期に書きたいなってのあるんですけど、うん、これを記事にするからあんまこのこと書けねえかとかね、ちょっと、うんうんうん、そういうのがあるんですよね。紙面とのキャラみもあって、キャラみもあって、続きはウェブで、で、続きは続きは、まあ、あるんですけどね。太郎さんはブログで稼がなくてもいいじゃないですか。あ、そうか。いやまあでもなんか、うん、書きたいなっていう、あ、太郎さんおすすめ RSS アプリありますか。最近またブログさん、うん、あれなんですよね、RSS リーダーが随分なくなってきちゃったですよね、うん、Google の RSS 機能もなくなっちゃったし、うん、あと Google の RSS リーダー僕も使ったんですけど、それもなくなっちゃった、なくなっちゃいました。 Google もなくなっちゃいましたね。 Google じゃねえっていう感じになっちゃったですね、うん、DJ 太郎がお送りしております Hello World。 ここからは今輝いている企業にフォーカス、 Working Hero のお時間です。昨日に引き続き今日も株式会社優先ピックアップです。今日は会社の雰囲気や求める人物像に迫ってみたいと思います。では株式会社優先人事部の西村俊哉さん、よろしくお願いします。はい、まあ、僕が優先に入った理由としては最大の要因としてはもう魅力的な人が多くいるのではないのかなというふうに感じたところです。もちろん興味があって受けた会社ですので、やっている事業であったりとか将来性に共感をしていたということもありますが、最終的な決め手は、まあ、魅力的でかつ、まあ、刺激的で、熱い人たちが多そうだなというふうに選考を通して感じたところかと思っていますし、それは入社してからも変わらなくてですね、まあ仕事をしていく上で大変なことも辛いことも、まあ時に憤ることもやっぱりあるんですけれども、そういった中で時にサポートしていただいたり、熱く引っ張っていただいたりというような環境があったので、まあこの会社に入ってここまでやってくることができたのかなというふうに感じています。ありがとうございますね。まあ、最終的な決め手ね、刺激的な人たちに出会えたことが大きかった、まあ、そういう意味では非常にこうクリエイティブなね、いろんなことやってますからね優先ってね、はい、自分でやりたいものをさらにそこで追求していくことができると、でもその先輩がいるってことですよね、はい。そんな優先はチームで働く仕事が非常に多いということで、大切にしているのは人間力とチーム力。西村さんも人事の仕事をしながら常に人とのつながりを大事にしているそうです。じゃあですね、現在2015年度の新卒採用もエントリー受付中の優先、ズバリ求める人材は？オープンアップザフューチャーというテーマで活動を行っております。我々がですね50年続けてきたこの会社をさらに次の50年につなげていこうと、新しい未来を切り開いていくんだという状態におりますので、その方針に共感いただいて新しい未来を自分たちの手で作っていくんだという、まあ、意思意気の高い気概を持った方々に多くご応募いただいてお会いしたいなというふうに考えております。はい、ありがとうございますね。まあ、歴史ある会社ですけど常に新しい事業や刺激的な人材を見つけていくことが大事だとね。まあ、時代とともにいろいろ変化もしています。優先ね、歴史と変化、これが、大切な要因なんだと。まあ、音楽配信だけではなくグルメサイトの運営なども行っていますからね、これからどんな方にまた展開していくのか、そういったところも、楽しみな会社でもあります。新しいことが好きで
好奇心旺盛なあなたにとってはある意味こういう現場っていうのは非常に輝く場でもありますよね。チームプレーも大事ですけど、個人でどういったところをやっぱり自分で目指していきたいのかってね、そういったところをやっぱりこう見せるアピールする場でもあると思います。ワイキングヒーロー、来週も今輝いている企業をご紹介します。お楽しみに。また間違いなく言えることはお腹減ってるってことですね。今日もこの後走るんですか？今日もこの後走りますね。今日はちょっとあれしたからやめようかなと思ったんですけど、うん、辛いから。でもやっぱり走りますね。ちょっと体痛いですけど体痛いですけど頑張ります。なんかこの前2時前に走り切ったとか、ああそうそうそう、なんかすごい、なんかね、2時前に終わんないとちょっと辛いんですよ、うん、他にもやることあるからやってると帰ってに走ってみたいな、すごい楽しそう。今日もなるべく遅くならないうちに、うん、走り始めないと。走り始めて、でも今日暖かいですね。夜さっき今自転車で来ましたけど、意外とねまだ寒いんですよね。もうちょっとなんか、まあ、夜が冷たいんだけど、うん、なんか風なんていうの、日は暖かいんだけど、うんうん、やっぱ風がまだまだ冷たいっていうね感じがありますよね。いつ暖かくなんだろうね、本当にね。そうですね。最近私全部タクシー、今まで取材でこっから外苑前とかだとタクシー乗ってたのを全部自転車で行ってて、今すごい節約っていうか、 その分ちょっと運動も兼ねて、いいじゃん、頑張ってるじゃん。 あれですよ、そのこの分へ、あの頑張ってるじゃん。なんだろう、ちょっと高くもなったし、730円とか、うん、なるほどね、この分たま使ってないと思うとちょっと嬉しくなっちゃう。頑張ってるじゃん。すぐタクシーが好きだから乗っちゃタクシーが好きだから、好きだからすぐ手あげちゃうんですけど、自転車ですいませんっつってすぐあげちゃう。僕はもうタクシー乗らないっすね。だからちょっとタクシーちょっとタクシー立ちをしようと。タクシー立ち。The Fane のナンバーで Faded Light。お届けしました。ハローワールド。今夜はブロガーのなり方探っています。それでは4時間目最後の授業です。ここで再びプロブロガーの池田隼人先生ご登場でございます。まあ、テーマはブロガーとして知っておくべきこと。ブログの、ね、解説方法からお金のお話など、まあ、ブロガーになるためのいろんなイロハを伺ってきたんですけど、ブログを始めたらこれは知りたいと。ブログアクセスのアップ方法です。
比較的簡単にできるもので言うと、あのツイッターを使ったあのテクニックがあったりします。でそれは何かというと、例えばあの起業家の家入一馬さんという方なんかは、あの人はツイッターを使って自分の名前を検索をしてるんですね。なので彼のツイッターなんかをよく見ると、家入一馬というキーワードを含むブログなんかを彼のツイッターに、ツイッターを使ってフォローしている人向けに宣伝してくれてるんですね。例えば僕が家入一馬さんを紹介したブログ記事を書くと、家入さんがツイッターでそれを見つけてくれるんです。で見つけた上で面白ければ、家入さん今フォロワーが10万人くらいいらっしゃるはずです。その10万人のフォロワーに向けて、家入さんが池田くんがこんな記事書いてくれたよっていうのをこう宣伝してくれるわけですね。なので端的に言うと、皆さんがブログを始めたり書いたりするときとかにキーワードをタイトルに入れるんですね。でそうするとツイッターでこうたまたま見かけたときに、その記事を読んでくれて面白ければフォロワーに宣伝してくれるということがあったりします。なのでまあそういう自分の名前で検索をしているような有名人の方なんかをちょっと意識的にターゲットして記事を書くっていうのはすぐにできる、割とアクセスアップの方法だったりします。でもう一つ、また違う切り口で言うと、僕らって普段検索をするじゃないですか。いろんな情報を知りたくて検索をすると、でその時に検索してもいい情報がないことって結構あるんですよね。でその体験って結構重要で、ブログを書くよりすごく重要で、自分がそのコンテンツの穴を埋めることができる可能性があるんです。なので、まあ、皆さんがこれからちょっと検索をする時にぜひ意識してもらいたいのは、何か自分が欲しいものが検索をしても見つからなかった時っていうのは、自分がコンテンツを埋めに行くことができると。でそれを埋めるようなコンテンツを書くと、皆さんが検索したように他の人も実は検索をしていて、でそこで皆さんのブログにアクセスをしてくれる可能性というのは結構あるんですね。なので、まあ、それってすごく本当に世界の知識の穴を埋めていくような作業なので、まあ、すごく社会を豊かにすることだと思いますし、まあ、自分のブログっていうのはアクセスが増えていくので、まあ、ぜひそこはちょっと意識的に検索エンジンを使っていただきたいなというところはあったりします。はい、ありがとうございますね。まあ、あの今だとアメブロ、ね、とかやってると、あのツイッターとかフェイスブックに、ね、ブログを更新しましたみたいな感じで、まあ、オートで、リンクも掲載されるような形になってますけど、まあ、ああいうのとかもちょっとこう自分なりの書き方をしたりとかね、して少しでもちょっとこうタイトル的にさらにまたブログのタイトルと変えて興味を引くようにしたりとか、まあ、そういうふうにすることも大事だったりとかするかもしれませんね。まあ、何よりも1日に1つの記事必ず更新することがやっぱりアクセスアップにつながるということなんですね。これはまあ紫藤さんも先ほど同じことをおっしゃってたと思います。で最後なんですけど、この時代にやっぱりちょっと避けては通れないのが、ブログを通しての誹謗中傷、そしてまあ炎上ということもありますよね。池田さん、この現象をどう付き合っていらっしゃいますか？あのブログを書いてるとどうしてもその批判が来るんですよね。で批判というのはちょっと生優しい言い方で、まあ誹謗中傷といった方が多分正しくて、でまあだからそういうものってちょっと多分普通に生活をしているといきなりまあバカとかそうそう言われないんですけど、ブログの世界はどうしても、まあ、記事が1万人くらいの人に読まれると、まあ数件ないし数十件、内容によっては100件ぐらい、まあそういう誹謗中傷がついたりします。でこれって結構あのなかなか慣れない体験で、まあいい年を超えた大人でもちょっと心がものすごく傷つきます。こう手に変な汗をかいたり、こうなんでこんなこと言われなきゃいけないんだっていうのをこう眠れなくなったりっていうのは、まあ、よくありましたね。それってこう悲しいような人間って結構慣れていくもので、まあその最初は傷つくんですけど、まあ毎回同じように石を投げられてくると、まあどういう石が飛んでくるかとかもちょっと見えるようになって、避け方がわかるようになったりとか、まあ慣れてくると石をキャッチして投げ返すことができるようになったりとか、まあその大体パターンがわかるようになるんですよ。そのネット上の誹謗中傷って本当にそのまあ割とくだらないものが多くて、実はほとんど取るに足らないもので、大半は匿名で、まあ、本当に一言投げ捨てで、それを本気で向き合う意味がないものが大半なので、それを体で分かってくると、まあ、こう記事を書いて読まれればそういうこともあるなぐらいで受け止められるようになるんですね。まあ、よく言うんですけど、そのまあ、いい記事とかよく読まれる記事っていうのはその強い磁石みたいなもので、まあ、世の中にはたくさんのこう砂鉄があるんですよね。砂鉄がたくさんあるところに強い磁石を置いたら、まあ、砂鉄が集まるじゃないですか。でもそういうレベルの話で、まあ、記事がたくさん読まれればいろんなものが集まってきて、でそれによってこう自分がこういろんなものにまとわりつかれるんですけど、いい記事を書いたら絶対何か変なものが集まってくるっていうのをもう僕は受け入れて当たり前のことだと思っているので、まあ、ぜひ多分慣れないうちはすごく心が傷つくんですけど、
けど、もうそれはいいものを出したら絶対に批判は来たり誹謗中傷は来るっていうことを、まあそれは本当に真理で事実の話なので、それを受け入れて書き進めていくっていうのが、まあプロブロガーになりたければ必要だと思いますし、ぜひ多くの方にある意味乗り越えてもらいたいなというところはありますね。はい、まあ最終的にあれすれば気にしなければいいっていうことなんですよね。あの何にでも噛みついてくる人いますからね。ツイッターでも僕もたまにいますけど、大体が知らない人、アイコンが大体卵とか、大体 見に行ってみるといろんな人に噛みついたりとか、ね、なかなかまあお話ししてね、なかなか解決になるわけでもなかったりもするし、傷つく時もありますけど、気にしない、見ないっていうのが一番いいのかもしれませんね。大半の人はちゃんと見てくれてるっていうところですからね。まあ間違ったことを書いた時には逆にそういうふうな指摘を受ける時ありますけど、それはそれで間違った時はね、素直に謝ればということですからね。はい、池田隼人さん、どうもありがとうございました、ね、非常にお話とかもまとまってて上手で、だブログ書くの上手だろうなと思います。はい、アドバイスありがとうございました。さて、この後お知らせを挟んで、日本赤十字社学研で Reason Why のお時間、ナビゲーターは南沢直さんです。僕は後ほどまた戻ってまいります。お上手だわ。お上手ね。お上手でございます。
方が僕はちょっと楽かなと思ってそっち履いたりとかして、軽くてなんか初心者だと厚くてクッションがあればいいよとか言われるんですけど、なんか軽い方を履いちゃう。そうだね。最近はまとめブログなんていうので大炎上、見バレというのが多いです。見バレ会社絡みじゃないと書けないことが多いのでブログはしません。コメントに徹します。ああ電話つなぎたかったですけどね。つなぎたかったですね。なかなかメールあった。あこれでいいよ。渡辺さん、渡辺さん、確認書けないという方もいらっしゃるかもしれない、うん。そういうのね、自分って明かさずにこう、そう、あのバレずにね書いてる人いるよね。そういうね、そうそう、あのバカリズムが架空の OL を装ってずっとブログをやってるのがすごい面白い。へえ、架空なんだ。架空のよくいそうな設定で、丸の内で働いてる OL っていう設定でブログ書いてるブログ。でそれはもうどのブログかはもうバレてるの。もうなんか それをやってたっていうのも出して、結構数年前からやってたっていうのをカミングアウトしてて、どのブログかは分かんないけどっていうね。面白い、うん、架空の自分になりきるのも面白い。あでも今もうあのマスの架空マスの日記でちゃんと出て出てる、うん、2009年で終わってますけど。本当にでも女子っぽい文章、ね、J-Wave Hello World。 今夜のラストナンバーはスクールフードパニッシュメントのナンバーで See Through Communication でした。 DJ 太郎がお届けの J-Wave Hello World、 皆さんいかがだったでしょうかね。今夜はまあブログで本当に食べていけるのっていう話でしたけどね、はい。こんなメッセージもあります。私はアンジャッシュ渡部さんのブログ渡部歩きが好きです。
さまざまなジャンルのお店を紹介されていて、お料理はもちろんシェフやお店の歴史にも触れたり、読んだだけでちょっと行った気分になれる気がします。そのまままとめて出版したら素敵なグルメブックになれるのでは。もうそういうオファーいっぱい来てると思いますよ、ああいう方はね。多分ね、そうブログがそのまま書籍になるってね、まあ、書籍にするときにまたちょっとこう特典を加えてってね、そういう方もいらっしゃったりするわけなんですけども、はい、まあ、まずは短くてもいいから、毎日やってみることですね。僕も1日にTwitter、Facebook につぶやいてる分を合算すればですね、ブログの一記事分ぐらい全部になってくる気がするんですけどね。とりあえず今日はアップする自信がないので、明日からまた短くてもいいから、ヤッピーだけでもいいからというふうに思います。はい、たくさんいろいろメッセージもいただきましてありがとうございます。さあ明日のお話いたしましょう。明日のハローワールドは Mr. Nice One、 ハリー杉山くんナビゲートです。テーマはハロワフライデー伝説の企画、俺のデートコース、俺のシリーズですかこれまた、はい、デートの誘い文句といえば何々食べに行かないということで、あの子の胃袋とハートをがっちりと掴む、マジで使えるというか使ってるデートコースを J-WAVE のデートの達人たちが大公開。これはもう見切る思いじゃないですか、 J-WAVE のデートの達人。だってこれ使っちゃうともうなかなか使いづらい、あいつあそこ使ってるらしいぜと言われちゃうっていうことですよね。これはあれですか、ミスターキッドコアライも入ってるんですか。入ってないです。コアライ君はなかなかそれ出さなそうです。達人じゃないんでって今僕の耳元にスッと返ってきましたけど、はい、じゃあ鉄人じゃねえや達人のねデートコース必聴でございます。そしてこの後は岡本図浜岡本くんナビゲートラジベリアへと続きます。テーマはどうして占っちゃうのということでございます。はい、ここまでの相手は DJ 太郎でした。皆さんとはまた来週お会いしたいと思います。 Thank you for listening everybody. See you next Monday. Bye bye. さすがでございます。はい、というわけでございまして、今夜もどうも皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。体痛そう。体がパキパキでございますけどね、ブログを書くよりもちゃんと夜走る、走る、走んないといけないですね。もうだってあれ今日金曜日、今日木曜日、木曜日ですね、うん、金土日で肉3連続続いや走んないと。あと今度ねお台場でも、お台場じゃねえや、駒沢公園でも肉フェスっていうのが開催されるんですよね。そうなんです。もう駒沢公園の階段、バスケットのゴールド階段登ってったところはなんか食フェスの聖地みたいになりつつありましてね、ラーメンショーはよくやってるんですけど、今度肉フェスっていうのが開催されることになってまして、あまり詳細が出てなかったんでどんなとこが出るのかなと思ったら、結構いろんな双子って焼肉屋さんのはみ出るカルビとかね。あ、本当だ。なんかまだ出店リストちゃんと見てないんですけど、僕的にすごく注目してるのはですね、青山骨董通りにありますよろ肉っていうところと、美濃和にありますね七輪、そう、まあ、そこは今度の、あ、行きたかった。そのよろ肉と七輪のよろりんっていう1日だけ限定コラボでやるっていうね面白いですよ。熟成黒毛和牛のハンバーグロッシーニ風とか、いろいろな肉な名店が勢ぞろいする肉フェス5月2日から6日までですね。ちょうどゴールデンウィーク期間中ということで、ちょっと行ってみたいなと思ってるんですけどね、ご飯片手に。なんかだってご飯が、いや、ご飯売ってるといいんですけどね、ここでご飯なかったらどうしようかなと思うんですけど、ちょっとあるかないか分かんないので、まあとりあえずタッパーにご飯片手にもう持参すりゃいいだろうっていうことで、ちょっと楽しみにしてるんですけどね。はい、ということでございまして、今夜はこの辺でお帰りです。皆さんとまたじゃあ来週の月曜日にお会いしたいと思います。 それではまた、バイバイ、ありがとう、チャオ。